ハインリヒ2世は、アルデンヌルクセンブルクや出身のライン宮中博。ハインリヒ2世はおそらくモーゼルガウ博、フリードリヒの孫で、神聖ローマ皇帝ハインリヒ2世の彦二軍での老いの、息子にあたると考えられている。ハインリヒの父親とされるリトリヒは、モーゼルガウ博、フリードリヒのご男で、他の兄弟が記録に残されているのと対照的に、1012年と1057年に、 生存していたということしか分かっていない。ハインリヒは、ラーハー湖の南側の地域を相続し、その東岸に、ラーハ城を建設した。そのため、ハインリヒ・ホン・ラーハと言われる。ハインリヒはマイ・エンガウ及びエンガースガウの箔であった。1080年に、ローマ王・ハインリヒ4世と対立王、ルドルフ・フォン・ラインフェルデンとの間で起こったエルスターの戦いにおいては、 他のルクセンブルクや親族と同様に、ハインリヒ4世側について戦った。また、ハインリヒは、対立王ヘルマン・ホンザルムとの争いにおいても、ハインリヒ4世を支持した。最後のエッツオーケ出身のロタリンギア宮中伯ヘルマン2世が死去した後、ハインリヒは1085年に、ヘルマン2世の家父であったアーデルハイトと結婚した。アーデルハイトは持参金として、 宮中白領をハインリヒにもたらした。宮中白領の中心は南に移動し、ハインリヒ2世はライン宮中白と名乗った最初の宮中白となった。1九十0年、ハインリヒはイタリアにいる、ハインリヒ4世の接生となった。アーデルハイトは最初にアスカニア家のバレンシュテット博アーダルベルト2世と結婚していた。ハインリヒは アーデルハイトの初婚の息子ジークフリート一世を養子とした。ジークフリート一世はハインリヒの死後の1099年にライン宮中白衣を継承した。ありがとうございます。